すごいギュンギュンの近さで、え、こんな感じの朝ごはんです。これはなんかトマトのなんちゃらで、ポテトのなんちゃら、ベーコン、ゆで卵、熱っ、ゆで卵、スクランブルエッグで、パンも選べて、私はこのなんか食パンとクロワッサンとなんちゃらロール頼みました。でジャムもいろいろありますね。え、なんかこれは何、オイジョンマスタードトマトソース、おーシリアルと、シリアルに入れるヨーグルトと、あと紅茶ですね、あとオレンジジュースです。ちょっと冷めちゃう前に一旦メイクを中止して食べようと思います。いただきます。わ、巻きすぎた前髪、ちょっとどうしよう。前髪を抑えるためにカチューシャをしました。いただきます。シリアルにヨーグルトを入れます。あ、そうだ、フルーツヨーグルトにした。うん、うん、シリアルって牛乳かけるイメージとってくる。フルーツヨーグルトもめっちゃ美味しい。スクランブルエッグにはトマトソース、食パンはストロベリージャムかな、クロワッサンはバターです。焼いてあるパンなんだ、最高。やっぱご飯はいいですね。うん、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 おいしい。プチパン、え、なんかこういうゲームあったの、パックン、熱いゆで卵、びっくりした。布団汚い、しかもこっち側で寝てたんですけど、この枕にもう潰れてて、あの枕で朝起きたらこっちに移動してたんですよ。まあ、その信じられないみたいな感じで話しちゃったけど、まああるあるですからね。ほんと寝そうって思って。メイクの続きなんですけど、目頭から今アイシャドウ入れてるんですけど、その上にブリンググローのコンシーラーペンシル1番のライト、涙袋に作るのにすごいいいので、塗ったアイシャドウの上に涙袋ライナーを重ねます。こんな感じで、その上からまあベージュ系のこのアイシャドウを重ねます。裏目をのせたいと思います。こういう細い筆を取って、白っぽいの、白っぽいラメでいいですね。黒目の下の縁のとこに乗せます。まつげをやっていきます。ビューラーで上げます。根元から挟んで、ハムハムしない。まつ毛下地、私がもうずっと使ってるエテュセのラッシュバージョンアップリッチロングです。これは色付きの
まつげ、マスカラ下地なので、これだけでもナチュラルメイクの時は全然 OK かなっていう。色付きでしかもブラックなので、黒のマスカラを使う時に使いますかね。これはいつもの RMK のハイボリュームマスカラ、ブラック。下まつげはヒロインマスカラのこの極細のブラックを使います。最後にチーク、チークはディオールのルージュブラッシュ361番のこういうローズピンクと、ハートパーセントの1番のローズブラッシュ、この2つを組み合わせます。韓国っぽくしたいってことなんで、あんまり塗りすぎないようにします。こんな感じ、髪の毛をやります。今日はハーフアップでリボンを作りました。こんな感じ。洋服はリートのワンピースにミニの